皆さんこんにちは。ルービックキューブを発明したハンガリー出身のリュービック・エルヌーです。日本で活躍されている芸術家の皆さんにルービックキューブから得られるインスピレーションを用いて作品の創作をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。私も一つ作品を作らせていただきました。ルービックキューブはこういった面の集合体で、平面の集合体なんですけど、それを動かすことで、どんどん立体を動かすことで色を合わせていく。で、私が作った作品は平面に見えるんですけれども、目の錯覚で立体に見えるようになっています。ルービックキューブのこのワンピースだけ、作品にしました。で、そのワンピースも私の好きなルービックキューブの中の色を3色に選んで作ってみました。ルービックキュービック40周年のお祝いにふさわしい曲として、能の中の最も古い曲で、天地人、この宇宙の一つの成り立ちを表現している三馬奏という曲がございます。その五穀豊穣、これからの実りを記念して、そのお祝いの曲を40周年の曲とさせていただきます。いやーほっほっいやーほっほっよっほ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 っいやーいやーいやーほっいやーほっルービックキューブに最初に会ったのは、ちょうど僕が大学院で建築と勉強している時なんですね。で、その頃は数学にすごい興味があって、新しい数学でその建築をどうやって変えられるかっていうのに興味があったので、ちょうどルービックキューブはなんか建築と数学をつないでるようなものに見えて、すごく興味を持ちました。で、触るってこともルービックキューブ、手で触るってこともすごく面白いと思って、なんかそうやって手と脳がつながるみたいな感じもあったので、僕自身の脳もすごく刺激されたと思いますね。で、木で今回こういう実際の家具をルービックキューブの原理で作ろうってことを考えたんですけども、木で作ることによって僕らの生活を自由にするだけではなくて、温かく優しくする力もあるんじゃないかと思います。普通の家具っていうのは動かないから扉だけ開くので、やっぱり生活っていうのはどうしても自由にならないけど、これはどんどん回転して、生活自身がどん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 ぐる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 こうエネルギーを持って回るような、そんな感じがしますね。僕はこういうのを作っている時に、例えば
この面をこんな削り目を入れて焼いたらどんな色を出してっていうのを考えるんですね。作ってる時に思い出すのって若い頃に触ったルービックキューブ。今回作ったカクテルがなんでそんなカクテルになったか、でも答え簡単ですね。ハンガリーにはウニクムっていうとても有名な薬草酒があります。ハンガリーを代表する。でもう単純に僕はそれのビッグファンです。でもうやっぱりじゃあハンガリー生まれのものだったらやっぱり僕はハンガリーのお酒を使いたいなって思います。このルービックキューブは、ルービックキューブ自体ホワイトチョコレートでできています。そして全ての面が滑らかで面にテクスチャーがありません。ですから合わせようがない。だから僕はなんとなくそのふりをしてたら合わせてるような気にもなれるし、でも本気で合わそうと思ったらこれ僕の過去の得意な友達は合わすことができるのか君は、まあ、そんな挑戦状のようなアートです。皆さん、ヨナポッキワノク、こんにちは。ハンガリー大使のパラナミチュ・ノルバートです。日本で活躍される芸術家の皆さんに、ルービーキューブからインスピレーションを受けた5作品のお創作をご提供いただき、心より感謝申し上げます。おかげさまで、ルービーキューブ日本発売40周年を記念した素晴らしい作品が誕生しました。本プロジェクトを通して、ハンガリーと日本の交流がより一層盛んになることを期待しています。そしてハンガリーの発明品ルービーキューブのファンが増えることを心より願っております。皆さんルービーキューブで遊びながらハンガリーを楽しんでください。